ズラちゃん、待って。待ってよ。待ってってば。スズラちゃんは大丈夫だった？ちゃんと生きてる？それは、私は大丈夫でしたけど。お姉さん、何やってるんですか？何って、スズラちゃん追いかけてたんだよ。家庭は散々だったけど、終わり良ければ全てよし。全然良くないじゃないですか。上まで目算5メートルってところでしょうか。お姉さんの肩に私が立っても全然高さが足りないですよ。閉じ込められたらおしまいですよ。閉じ込められたらそのまま朽ちていくしかなくなるんですよ。だから私は。じゃあ出ようか。出ようかってそんな簡単に。これなんだ。
まで登れるでしょ。こんなこともあるかと思って前に仕掛けておいたんだ。ちゃん、説明してもらいましょうか。説明って何をです？何をって、いろいろ。つづらちゃんってあの若すぎグループの跡取りって本当？いわゆる嫡出でない子ですけどね。跡取り候補は嫡出子も含めて数十名いたんですけど、私一人になりましたので。おじいさん、なんて呼ばせてもらえませんでしたけど、会長には期待されていました。それが嫌で家出したわけなんですけど。それでこんなところに？人目のあるところだとすぐに居場所をつかまれますから。今回見つかったのは運が悪かったとしか言いようがないです。そうだね。つづらちゃんのこと探してた様子じゃないみたいだもんね。まあ、探されていないとしても、お姉さんの家みたいな人里離れたところについていたと思いますよ。どうして？私、人間嫌いですから。だって、つづらちゃん、そんな感じは。表に出したりしませんよ。そのぐらいできないようなら、食い物にされる一方ですからね。お姉さんは孤独を知ってますか？一人で取り残されること？多分違いますけど、あながち間違いではないですね。虫を三つ、お皿の上に書いて、こ。それに、毒液の毒で、孤独。有名な呪術のやり方です。毒のある虫をですね、一つの容器に閉じ込めるんですよ。餌なんて与えませんから、食い合いを始めるんです。まさに弱肉強食ですね。そうして最後まで生き残るのは一番強くて一番生きたがりの一匹です。その虫の命を使うことで強い呪いをかけることができます。それに近いことを若杉では後継者選びの方法として採用しているんです。受験みたいなもの？そんな生ぬるいものじゃないです。鬼切りの頭を務める若杉は陰陽師の血筋ですから、比喩というよりそのものをします。でもそんなことしたら警察が。そうですよね。骨肉相派の跡目争いだなんて大時代的もいいところです。近代の法治国家で起こることではないですよ。
でもですね、若杉は波の国家以上の力を持っています。大使館の敷地内が治外法権であるように、大抵のことはもみ消せるんです。ですから、それはもうひどいことになりますよ。だけど、やる気がないなら途中で権利を放棄したりとか。引っ込みのつかないところにいたんです。私、昔から大抵のことをうまくこなしていましたから。お母さんはトンビが鷹を産んだって喜んでくれてたんですけどね。その鷹は爪を隠すことを知らないひよっこでした。気づいた時には最有力候補ですよ。こんな子供を捕まえて馬鹿げた話ですけど、私を何とかしない限り後継者には認められないって。おじい様までそれを暗に認めちゃいましたから、私の人生しっちゃかめっちゃかです。つづらちゃん、それからいろいろありまして、私は一人になりました。そういう環境で育ちましたから、一人の方が楽なんです。一人じゃないと辛いんですよ。本当に一人がいいなら、どうして尾花ちゃんと一緒だったの？尾花は人間じゃありませんから。じゃあどうしてすぐに出て行ったりしなかったの？お姉さんがすぐに帰ると思ったからですよ。何もないところですから、都会から来た人はすぐに飽きると思ったんです。その何もないところに電気や水道を引っ張ったのってつづらちゃんだよ。私があのお屋敷に居やすいようにしたのってつづらちゃんだよ。ねえ、私のこと怖い？私が同じ部屋にいたら寝られないぐらい私のこと怖い？別に、ケイお姉さんは怖くないですよ。たとえお姉さんが私の命を狙っても、どうにでもできそうでしたし。うん。むしろ、鬼切りの頭としての若杉を恨んでる朔也さんが怖くてたまりませんでしたよ。いつ噛み殺されるかヒヤヒヤしてました。朔也さんが？孤独で生き残るには周りを潰さなければいけませんから。表沙汰にはなりませんけど、それに巻き込まれてる人って実は結構いるんです。朔也さんがジャーナリストになったのは、それをペンで叩くためですよ。ケイお姉さんも私に近づくと大変なことになりますよ。でも、もうつづらちゃんは勝ったんでしょ？それはそうですけど、私はすでに毒虫ですから、触っただけで手が腐るような猛毒持ちですから。そんなことないよ。あ、やっぱりね、一人はダメだよつづらちゃん。一人だと悪い考えがぐるぐる回っちゃって、全部がそういう風に見えてくるから。世の中にはひどい人もいっぱいいるけど、いい人だっていっぱいいるんだよ。
つづらちゃんはちょっと運が悪かったね。でももう一生分のハズレを引いちゃったから大丈夫だよ。つづらちゃんが家に戻りたくないなら難しいかもしれないけど、家を出る方法を考えよう。ごきげんよう、三重の血を引く覇刀の末裔。フフフフ。